どうもしょうがないです。剣の町の異邦人、前回の続きからやっていきたいと思います。とりあえずギルドを目指します。西へ西へと、西へ西へ、あ、行き止まり。そう、6人あったら6人が6人とも言うっぽいな。どっちだ。あ、これっぽい。お、いやでも、え、また中入ってまうちゃんですよね。うん、そう、出てきたとこか。じゃあこっから西やから、まあ、コンパスがなんかないんか。どっちか方向いまいちわからんよな。うん、そっち行こうとしたら怒られるし、こっちは行き止まり。あ、なんかある。あ、行ける。お、宝箱っぽいやつだったけど、まあ行かれへん、行かれへんねんな。あ、これや。お、来たー、出口来たー。砂に覆われた一本の道が遥か地平と続いているのが見えた。どうやら廃墟の淵にたどり着いたらしい。ここが町へ通じる。おー、来た。おー、おい、お、敵やんか、やっぱり。なんやこいつ、弱そう。なんなんこいつ、舌めっちゃ気持ち悪い形してない。おー、気持ち悪い。血統種が、こいつ血統種。マジそれ、なんだそれは。後で話す。血統種めっちゃ気持ち悪いやん。おお、やばい、血統種出現。何それ、なんかやばそうやな。おう、あ、なんか干からびた血統種おった。あ、なんかちょっとみずみずしいぞこいつ。血統種やからか知らんけど、あー気持ち悪い。ママーラ、ママーラ、あ、ママーラ選ばれへん、いったらんかい。ほう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 、弱い弱い弱い。防御した方がいいかな。え、あ、やばい、仲間呼んでくる。マドハンドみたいなやつや。とりあえず後ろ狙われへんからガードショックか。やばそうやな。そうやな、倒せ。よっしゃ、オッケー。お、ボイかわす。あ、早いからかこいつ、もしかして。なるほどな、光る忍者やから。え、めっちゃ来るやん。まあ、とりあえずママーラ倒したら勝てるわ。竜ばっか食らいような。あいつら後ろおるから攻撃できんじゃん。あー、光栄、光栄は攻撃できんじゃん。こっちに向こう、俺も向こうに攻撃できんように。おう、向こうもこっちに攻撃できんっていう。なるほどな。うん、慌てている。これめっちゃ強いな。かわすぜ。え、全然当たらへんやん攻撃。光めっちゃ強いやん。強いな。休んでいるやって。休んで慌てとるで、あいつら。オッケー、オッケーした。お、ピクリとも動かない。もういけるやろ。はははははは、あらあらあら、よし、オッケー、レベルアップして。めっちゃくれた。もうレベルアップした。うわ、経験値高。結晶51ももらったで。おう、 51C。 あ、探検2個。多分あれ鑑定せなあかんねやろな、多分。ほうほう、これが準決勝。おお。この準決勝を奪わない限り。ああ、なるほど。へえ。そうね。試してみるか。わかった。ヒカルは竜に言われるままに準決勝に手を伸ばした。すると、呼ばれて飛び出て、じゃ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 ーん。え？やっぱり。あくびちゃん。得意の力？これを扱えるのは、ごく一部の異邦人だけ。まあ、異邦人なんかもう主人公だけやろ、要は。ああ、主人公だけやろ。最初に選んだな。うん。かっこいい。無邪気な感想ね。行きましょう。この時私が案内する。あなたの来訪を歓迎、ようこそ。剣の町、エスカリオへ。剣の町ってなんかかっこいい名前やな。うん、エスカリオ来たぞ。あ、鑑定できる。あ、あ、してくれるやん、全部。あ、だから使わなかったんか、盾。なかったもんな、盾。なかった。俺と探検って弱っ。おお、来たぞ。あ、やばい。いろいろある。お、ギルド、ギルド、ギルド行こうぜ。ギルド。これ絶対あれやろ。仲間集めれるやろ。ほう、見渡す限りの塔。うん。
こいつかっこよすぎるやろ、装飾。そうやな。どんだけおしゃれやねん、これ。左肩の竜とか。なんなんあれ、おしゃれすぎるやろ。私たち異邦人の拠点で、ほう。本物の我が家と思って。任せろ。副団長。副団長。お、あら、今日。こいつもかっこええぞ。かっこええな。どうしたのって。今日。リュウが急にいなくなった。私が？何かあったらどうするんだ。これ強そうやな。このアーマーやばない。もっと今となって。いや、赤騎士みたいな感じでかっこええな。俺たち異邦人のリーダー。ほう。ごめんなさい。このリーダーなんかやっぱ。飛行機が落ちていくのが見えて。飛行機。それじゃ服装の差なんだよな。そうやな。セーラー服やからな、右なんか。私たちの新しい仲間よ。鉄の鋲で見つけて。鉄の鋲。不死鋲。不死鋲やな。だったら多少。はじめまして。これみつ今日。これみつ今日。どんな難しい名字？いやー、名前なんか変な感じやな。これみつ。これってお前のあれ。ここでは本名なんて無意味だけど、困ったことがこれでもこっちじゃ。僕はいつだって丁寧ですよ。さあ、そうだ。さっき。それは卑怯。ほう。あとで教練を。了解。了解。じゃあまた後ほど。さっきアンナが探していましたよ。ヒカルは竜に案内されま、砦の中へと足を進めた。分厚い城壁をくぐり抜けると、やがて星上がりの差し込む中庭とそれを囲む廊下へと出た。出た！わぁ。ここはギルドの中央回廊。この回廊は居住区や商店、そして団長室も通じてる。ほう。ほう。おや。副団長さんや、帰ってたのかい？と、その時竜を見て声をかけてきた者がいた。団長か？その名はグルババさん。グルババじゃ、グルルバさんや。グルルバさん。ごめんごめん。で、先へちょっと。紹介すれば。この人は。この人はグルルバさん。ゲルババみたいな。ギルドの管理をお願い。寮長みたいなもんか。あらやだ。あらやだ。顔だと思ったら。まあ、食堂のおばちゃんみたいな感じやな。新しい人だったのね。そんな感じがするな。お世話係のグルルバと申します。どうぞよろしく。ところで異邦人様、ひょっとしてミグミ。あたしらミグミに会うのは初めて。ミグミっていうの。ああ、ちょっとちっちゃい系の。ミグ、私たちと違う先祖も、この町にあたしらミグミに猫みたいに、ね、耳の尖ったエルフたち、そして人間。4種族ね。大体こんなもんかしらね。ああ。ずんぐりむっくりでヒゲモジャのドワーフ。あ、ドワーフね。あの種族はと。もう、何が偏見のもんかね。あとで、居住口それじゃ。じゃな。オッケー。それじゃ。あ。システム？あ、セーブできる。セーブ。一応しとくか。ここでプロフィール作らなあかんのかな、もしかして。ちょ、後でいいかじゃ。そうやな。これまぁ、じゃあやっとくか。うん。え？あ、ちゃう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 。よし。多分、これじゃないな。どこなんやろ？王宮市街かな？あ、ちゃうな。異邦人ギルド。居住区か？居住区じゃん。これで多分、パーティー作れるのかな？大きな倉庫のような建物の中には、いくつもの寝台が並ぶ大部屋になっていた。異邦人ギルドの団員だろうか？思い思いの場所で過ごす人影がある。あら、いらっしゃい。グルババ。お、蘇生、生命点を癒す、休養、療養か。もう何でもよ。ほいほーい。普通と即時。ほう。療養がただで回復できる。でもその分回復するのは時間かかる。ああ。すぐに回復。すごくお金がかかるから注意してくれと。なるほどね。通常の蘇生療養にかかる時間は現在の生命点年齢により変化します。一般に対象者の年齢が分かるほど、回復にかかる時間は短くなります。まあ、そらさん。時間は戦闘に勝利することで進みます。また敵のレベルが高い免疫ほど早く進みます。なるほど。ほう。あー！入院とかか。あ、団員これめっちゃいるやんじゃん。そうやな。うん。なるほどね。編成。あ、これでいける感じ？あ、あ、何こいつ？誰こいつ？守る。アシビ。ベベック。ヒデオ。ヒデオ。ヒデオ。ラベイル、ラベイル。なんかいっぱいおるぞ。はじめから。へぇ。え、これなんか作られんのかな？自分で。なんかな。え、作れるやろ、絶対。
多分どっかもっとギルド雇うとこあると思うんだ。うん、団長室ではないよな絶対。これかな、行かれへん、えぐいところ。応急行くかよ一回。はあ、行けそうやな。あ、行かれへん、無理か、無理や。これは、あ、これダンジョンか。商店、商店じゃないやろうけどな。そうやな、アイテムとか売ってそう、商店やから。当たり前か。金槌の看板が掲げられたアーチをくぐると、階段横に設けられた小さな空間に出た。ドワーフおりそう。おお、ここの主だろうか。いかめしい顔の男がじっとこちらの様子を観察している。てん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 、なんじゃ、なに、死にです。主の色の商売の、あと嘘ついたらやられた。あ、待てよ、あのコール祭地、なる、そういうことか。違います、言い逃れは無用だ。わしはギリウス・ギリクライム、この場を借りて商いをしておるもの。そうはあのバルハールの戦にも参陣した。なるほど。ドワーフでも栄えある一族。故郷へ戻るために戦う異邦人の素晴らながら武器、防具だけでなく、ほうほう、どうしように向かう各パーティーのリーダーが、ほう、装備できない武具やユニーク品。なるほど。ユニーク品とは？ほう。へえ。マジか。なやこれ、ある武器や防具を扱うには2つの要素を兼ねされる必要がある。能力と装備スキル。ああ、まあ、なるほどね。これは武具の取り扱いの知識と思ってくれればよい。ああ、なるほどね。はあ、はあはあはあ。まあ、忍者では大剣装備できんみたいなもんや。そうやな。要は。盾装備できんとか、そんな感じな。まあ、そういうことやな、絶対に。オッケー。まあ、こんな後でいいわ。団長のイベント終わらしよっか、とりあえず。そうやな、うん。これで教えてくれるかもしれんしな。うん。どうぞ入って。待ってたわ。ほう、団長室よ。決闘手。あれ、竜団長やったっけ。いや、副団長やで。副団長か。けれど、決闘手の体内の準決勝を奪われたらまた蘇ってしまう。唯一、決闘手を討伐する力を持っていることになると。なるほど。餅は餅やってことかしら。持ちつ持たれつでは、うん、ほう。ほう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 。なるほど。私に託しなさい。お。なにこれ、なにこれ。戦闘から必ず退却できるイベント等、特殊な戦闘を除く。お、絶対逃げられるようになるやん、これやったら。へぇ。これは毎ターン、味方全員の HP が 10% ほど回復。これめっちゃええやん。めちゃめちゃ、これよくない？最後らへんは？めっちゃ長い。うん、だいぶ長いぞ。神の奇跡が起こる。ただし何が起こるか不明。何それ。もう取っとくかとりあえずよくわからんけど。そうやな。とりあえず1個目取っときます。もうこれ持ってて損しないと思うんで。うん、取っとこう。よっしゃ、士気の最大値が10本になりました、うん、確かに、ほう、器を持つ者と呼ばれていると。なるほど、ほう、まあなんとなく分かったぞ。たくもうじれったいな。誰や。要するに器を持つ者ってのはさ、あんな世に転現した神の代理なんだよね。だからそいつら器に注がれた力はそれに連なる神々へと向かい、力を注いだ者にそれら神々の加護を与えてくれるっつうわけ。ちなみにだけど、この町には3人ほど器をもそれぞれ違う神様を代表してるわけよ。なるほどね。整理すると、器とは神の代理者で、神器とは神から与えられる加護の力と。まあ、てみっ、ほうほう、ありがとうアンナ、説明してくれて助かったわ。アンナよ、これぐらい。まあそらな。私がいなかったらどうする。携帯持っとるでこいつ今。そうやな、地味。私クルスアンナ。ああ、ただの平ないんだ。でもさ、あんな話してた、うん、選ばれしもだよ。だからその呼び、選ばれしも。へえ。
アンナも選ばれし者なのかな。ほいな。うん。ええ。アンナには、そして新しく一人。ほう。またってことは前おったってことやな、一人。どっか行ってもたか。うん、大体済んだかな。マリリスとアルムのことは、あいつは違うのがいいでしょう。まあ。失礼します。ほう。わかった。もっと。お、編成の話来た。ついに。ほう。え。ふぅ。それから、十数分後。いやー。またしちゃったね。わ。新規を覚えるか。惜しい。ほう。なるほどね。まあ、知っとるけどな。私はパーティーを作って、これがいっちゃおもろいとこや、今。そうやな。君も適当な台を集めて、自分のパーティーを作ればいいわけ。適当でええんかよ。登録済みフリーの台もいるから、そいつらを使うと楽かもね。もうこれはええやろ。よっしゃ。うん、よっしゃ。お、お金っぽいもんゲット。確かに。オッケー。お、あ、できるやん。団長室の登録から、登録する5人は無料で装備をプレゼントする。ほう、おやっと作れるやん。タカ、これ来た。ほう、じゃあ作りますか。あ、定食とかある。じゃあ作りますか。登録しますか。とりあえずじゃあこいつ邪魔やな。消すか、こいつ。あ、こいつ消されへん。じゃあここに作るか。登録、登録。じゃあタカ、とりあえず一人目作ります。タカが、光の通算応じて最初から経験値がもらうと。ああ、じゃあレベル高かったらそのままレベル高いので来るところか。そうやな。タカさん何を選ぶのか。さて、俺のセンス。タカセンスどれや。魔法使いがいいんやな。かっこいい。それじゃあ魔法使いやろ。魔法使いどれ選ぶのか。ちょっとこれはセンスと違うな。あー、タカっぽいな、それ。それタカっぽいな。タカっぽいな、それ。確かになんかっぽい思ってもた自分もおる。タカっぽさ出てもとるな。その左から2番目の騎士とかな。あー、確かにな。タカっぽいな、これも。まあこれかな。やっぱタカっぽさ出てもとるもん。男。年齢は。年齢どうしようかな。どこら辺まで生命、生命2なんかな。確かにな。45歳とか行くこの見た目で。あ、減った。還暦から。ちょっと若めでいこうかな。生命点ちょっと多めで。生命点多めで19、20。あ、どうしよう。俺22歳でいっか。 OK。 これがタカの自分っぽいキャラか、一番。うん、これ死んだら嫌やな。ちょっと何でしょう。エルフ、やっぱエルフかな。こいつ確かエルフっぽいな、うん、でもエルフなんだこれ。耳見えへんからよう分からへんけど、メイかエルフなんどっちかやな。ミグミ、いや魔法やったらでもエルフなんちゃうやっぱ。誠実軽い身のこなしが得意。あ、魔法イント高いしエルフ。あ、これやわ、エルフ。魔法エルフやわ。そうやな、エルフ明らかに。あ、選べるやん。野生の瞳。ほう。宝探し。探しの勘。不屈の肉体。これではないな。それっぽいな。あ、知識系。うん。お、それは奇襲を。めっちゃいいやん。ボーナスボードプラス3やで。どうしよう。でもなんか、まあ、特殊能力。欲しいよな。あ、それか他のやつにつけていくか。他のやつにつけたらいいんじゃん。だって5人おるから、1人ブーンつけたらいいんじゃん。
うん、それが一番強くなるやん、能力的には。え、8?8? え、めっちゃいいやん。回す？いや、回さんでやろ。だって俺、23で7やったやんで。そうやな。え、これめっちゃいいやん。これどこが高い？あれちゃん、レベル上がっとうから。あー、そういうことか。それだけボーナスポイント高いとか。じゃあ回してみてもいいかもな。あ、回してみてもいいやん。 9あるな。10あるで。10、え、11あった。つえー、高引きつえな。きた。11えぐいな。魔力バカ。まあでもこいつ公園やからあんま守備いらんと思うで。そうやな。うん、聖術。あ、それクレリック系の能力や。どっち選ぶん？クラスによるんちゃう？どっちもいらんやん。な、多分魔法だけでいいよな。アタッカーやろ。魔法とやっぱあれなんちゃう、普通に命中っているんかな、やっぱり。命中でもこいつ高いな。命中と魔法でいいんちゃう。まあ、あとラックがお好みって感じだから、わからんけど。あらゆる判断に影響を及ぼす。でもまあ基本でも魔法でいいんちゃう。そうやな、うん、魔力、威力高かったら強いし。めっちゃ振ってもた。いや、いいんちゃうね。これここでしか、レベル上がって1しか振れへんわけやから、だって。オッケー。ほう、ウィザードか。ウィザードかな。まあ、これウィザード選ばんかったらバカやわな、この能力で。この能力でダンサーとか選んだらやばいわな。うん。これもうウィザードしかないやろ。ないな。選択肢がもう。来いや、来い。ウィザード。オッケー、Y。はっ！どんな感じ？そこだ。似とるな、そこらへん。7か3ぐらいちゃん。ちゃうな、2か。2やな。2は確か合っとるな、顔と。マジかよ。ああ、マジかよ。オッケー。決定。名前や。名前は、タカ。これがタカの分身か。あとコブを2匹作れるわけやな。ほう。で、分身が一番先死んだら終わりやな。そうやな。相性は？相性は？何？タカさんとか？タカさん？うん。普通すぎ？まあ、えんちゃんタカ普通やから。うん。普通のタカやろ。オッケー。決定して次へ。よろしいです。お、二人できた。とりあえず一旦終わるか。うん、一旦じゃ終わって、次もう一回やっ、もう次に、この4人メンバーを登録していきたいと思います。というわけで今回の動画はこれで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。